こんにちは、ラクダ不動産の鈴木です。アシスタント中山です。今日ヤフー知恵袋から購入の質問を持ってきたんですね。マンションですね。それを30問一気に質問していくんで、どんどん答えてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、事前に鈴木さんに質問内容も言ってないんで月本番です。1問目、売り出し中の物件は全てネットに出ていますか？それとも不動産屋に行かないといい物件に出会えませんか？ネットには全て出ていないです。かといって不動産屋に行かないといい物件に出会えないというわけでもないです。ネットには出ていないような掘り出し物があるんですか？掘り出し物というよりかは、不動産会社目線で見たときに、この物件この価格だったら売れるなってなると、両手取引片手取引っていうものは他の動画で皆さんご覧いただいていると思うんですけれども、両手取引をしたいので、こう表に情報を出してしまうと他社さんに仲介手数料が片手で持ってかれてしまうっていうリスクを懸念して、なるべく自社だけネットにも載せずに自分たちのしてるお客さんにだけ流そうというケースはあるんですけれども、かといって掘り出し物を見つけに不動産会社に行こうと思ったとしても、この不動産会社さんがこのお客さんを契約させるためにどうしようかっていうところで、お客さんのためにならない提案をしたりするケースもありますので、一概にも未公開の物件があるんじゃないかといって、いろんな不動産会社にどんどん突っ込むっていうところはあまりお勧めはできないっていうのはあります。本質を考えてもそんなにいっぱいあるんじゃないですもんね。そうですね。では2問目です。不動産価格が数年前よりすごく高くなっている、あの時買えばよかった、今からでも買うべき？今からでも買うべきだと思います。この後もどんどん価格って上がりそうですか？上がりそうですし、ほとんどの方住宅ローン組まれると思うんですけれども、住宅ローンを組むっていう行為については、若ければ若いほどいいので、70代80代になった時にまだ住宅ローン何十万というのを返すのかっていう風になってしまうと、それはなかなかっていう風に考える方多いと思いますので、早いに越したことはない。金額は確かに上がっているんですけれども、レインズと呼ばれる不動産業者のみが見れるサイトがあるんですけれども、サマリーデータといって月に一度物件の成約額とか在庫件数とか出てるんですけど、1年単位で見ると首都圏はだいたい3000件から4000件ぐらいマンションについては在庫増えてきておりますので、物件についてはすごい選びやすいから全然買ってもいいんじゃないかというところはあります。じゃあ3問目です。中古物件の購入契約をしました。引き渡しはまだなのですが、とにかく不動産屋に腹が立っています。1ヶ月もメールの返信来ないし、これまでの内見時も無断遅刻欠席がありました。他にもひどいこといっぱいです。もうすぐ引き渡しでこれまで我慢してきましたが、仲介手数料返してほしいのが本音ですけど、泣き入りするしかないですよね。お申し出っていう形で、その不動産会社の担当者さんに言いにくいのであれば、その会社さんの方に直接03から始まるお電話番号と、もしくはフリーダイヤルで相談窓口みたいなところがあれば、そこに問い合わせするっていうのをお勧めします。1ヶ月はひどいです。そうですね。内見時も無断遅刻欠席がない、ひどい不動産会社ですよね。この業界、基本的にはメールとかお電話でお客様とコミュニケーションを取ることが多いんですけれども、中には電話だけで済ますからとかいらっしゃったりもするので、そういう方が担当者さんだったりすると、こういったミスコミュニケーションというものがよく現場で起こったりします。4問目です。中古マンション購入をしたく内見に行きました。物件はとても気に入っているのですが、現在の担当者に不満があります。2番手に契約希望者もいるようで、あまり不満を伝えられずにいます。これは我慢する方がいいですか？その担当者さんを変えようとしてしまうと、他の方に取られちゃうんじゃないかっていうことですね。そうですね。物件は申し込み等をするなら申し込みした上で、 CC とかで会社のチームメールとかがあるのであれば、この担当者さんも正直に嫌なので、ただ物件契約をしたいので、誰かこう補佐でつけてくださいとかっていうような形のこう入れるっていうのはありかもしれないです。かなりストレートな表現をしてしまうと、不動産会社から見るとこの人クレーマーなんじゃないかっていうふうに思われてしまって、逆に壁を作られちゃう恐れがあるので、その担当者さんの何が嫌だったのかとかっていうところはちゃんと示していただいて、誰もが分かるような形の表現にすれば、これはこの担当が悪かったからこの人もさんに入れてあげようというふうに動いてもらえると思います。5問目です。購入手付金って何ですか？手付金100万円払ったら3000万円の物件は残り2900万円になるってこと？そうです。手付金が100万円で売買価格が3000万円であれば、残貸金は2900万円お支払いするという契約の内容になります。基本的に売買契約書の裏面にはその契約のルールが記載されるんですけれども、一般的には契約締結時に手付金を支払いすることによって売買契約が締結されましたよというような文言が書いてあることがほとんどなので、そこに従って手付金というものを求められるというのが一般的なケースになります。6問目、インスペクションを入れたいのですが、売り主様にはどうお願いしたらいいですか？売り主さんとしては争いされるんじゃないかとか思われてしまうと思うんですけれども、一番伝え方としては、気持ちの良いお取引をする中で、あらかじめこちらのリスクっていうものを知っておきたいと。契約をした後に何か不具合がありましたということが発覚して、トラブルになるのが嫌ですと、お互い不倫な関係でいるためにも、あらかじめこういったインスペクションとか入れてもいいですかっていうような伝え方を仲介会社の担当者さん
うまく伝えてもらうっていうことをすればいいのかなと思います。仲介会社の方が言うっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、仲介会社さん面倒くさがったりしませんか？めちゃくちゃ面倒くさがります、ね、ですよね。面倒くさがって場合によっては売り主さんに伝えずにダメだったってことにしようって、うん、お客さんには売り主さんダメって言ってましたっていうふうにするケースは正直結構聞きます。それは見抜けないですよ。これ見抜けないです。これまでの関係性でなんかちょっとなと思ったらもしかしたら断られちゃうと思って聞いたと思ってたらいいかもしれないですね。そうですね。7問目です。契約を控えているため重要事項説明書と契約書を取り寄せたところ、仲介グループ業者に仲介以外の住宅ローン、火災保険、登記を委託しなければならない旨の契約文言が記載されておりました。文言削除依頼したところ、削除できないと仲介業者から交渉を断られました。物件購入を諦めようと悩んでいるのですが、このような理由でキャンセルすると違約金など発生しますか？いや、契約締結前であれば違約金は発生しないです。契約締結した後に自社の指定の融資先じゃないといけませんっていうような話が書いてあると思うんですけど、仮にそれを行わなかった場合は契約違反ということで違約金を求めるケースがありますので、契約後であれば危ないかとは思います。ということは契約を控えているためという書き方で大丈夫そうですね。大丈夫だと思います。嫌だったらもうやめちゃうでいいと思います、うん、8問目。中古物件初めて買います。契約書の内容は事前にもらって確認した方がいいですか？絶対確認した方がいいです。契約書って文字もいっぱいですし、素人の方はどう見たらいいかわからないと思うんですけど、ここは絶対チェックしておこうでっていうポイントってありますか？基本的に期日、何か問題があって揉めるケースっていうのは期日に間に合わなかったとか、その時まで必要書類が集められなかったっていうケースがほとんどなので、いつまでに何をすればいいかっていうところを把握するためにも期日だけは見ておいた方がいいかなと思います。9問目。マンション購入の契約時に設備一覧や現状の傷などの一覧をもらいました。引き渡し後に書かれていない欠陥があったら補修を頼めると思うのですが、どの程度の結果を言うのでしょうか？居住中物件のため契約から引き渡しまでの期間が空くので、もしかしたら新たな傷や故障が出るのではと思うのですが。おそらくほとんどの売買契約書上もしくは重要事項説明書上等で、傷については中古住宅なのでそこは織り込んでくださいっていう文言が入っていると思います。そういった時のトラブルのために一般的な設備表と呼ばれる書類を契約書とは別で売りに参加員さんそれぞれ夏にして取り交わすんですけど、そこで故障不具合がなしだったにもかかわらず引き渡しを受けてから見つかってしまったっていうものについては、引き渡しから1週間以内であれば売り主さんにこれ直してくださいっていう修補請求ができるっていうのが一般的に上がってるんですね。そのあたりについては設備表というものがありますので、そこの故障不具合でなしだったのにあったものについてはそこについて修補請求を行うことが可能となります。10問目。中古住宅購入で売買契約をした後に仲介業者から物件状況確認書を渡されました。これは契約違反に当たりますか？上ですね。基本的には契約時の添付書類として物件状況報告書というものがあるので、これを利用しない前提での契約の仕様等ができちゃうので、丁寧な会社さんなんかはさっきの設備表であったり物件状況報告書絶対つけるんですけど、そういったところにトラブルがないようにこの物件の状況はこうですって記すんですけど、それ絶対やんないといけないかと言われるとそこはグレーなところがあるので、会社さんによってはそのように対応しているところはあるかもしれないです。それちゃんと取り交わしてくる会社さんを通して契約は絶対にした方がいいです。この方も契約しちゃったので、はい、どうすることもできないんですよね、うん、11問目です。気になる物件があるので近々内見をします。しかし私が不動産売買に明るくないため信頼できる第三者に相談できたらと考えています。有料でも相談できたらと思っています。どのような相談先に依頼すればよいでしょうか？ぜひ弊社楽天不動産の問い合わせをお待ちしております。価格はいくらでしたっけ？1時間あたり税込み1万1000円ご対応させていただきます。専門家のアドバイス1時間1万1000円で聞けるのは安いかなと思いますので、ぜひご利用ください。不動産屋が正直に物事を言うってことは本当に難しいので正直に言わせるのってなかなか難しいですよね。なかなか難しいですね、うん、大きなお金の前の1万1000円って本当に安いと思うのでぜひぜひお願いします。ぜひぜひお待ちしてます。はい、12問目。来週契約するのですが、不動産屋が手配した司法書士がぼったくり金額で見積書を出してきました、うん、自分で司法書士を見つけてきて不動産屋が手配した司法書士をキャンセルってできますか？価格なんですけど、はい、日当4万円立ち合い4万円交通費が隣の力で5千円って書かれてたそうです。報酬額っていう項目であれば一般的に5万円から15万円以内についてはそんなにおかしい金額ではないです。一番危ないのはローンを組む場合の抵当権の設定費用であったりとか所有権移転時の費用っていうものについては計算式できているので、そこがずれていないか
っていうところさえ確認ができれば、報酬の金額5万から15万以内だったら混ざるを得ないかなっていうところはあります。現場の意見としては所さんには申し訳ないですけれども、なるべく報酬は10万以内で抑えてほしいなっていうのは肌感覚としてはあります。13号目、42歳独身です。都内の駅から近いフルリノベされたマンションが気になっています。旧耐震ですが、マンション全体の配管工事も実施予定で、修繕積み立て費も潤沢になるようです。次の住処として考えた場合、42歳で築50年のマンションは危ないのでしょうか。まあ、マンション100年時代というふうにも言われておりますので、私はそこまで、築50年ぐらい経ってると旧耐震基準という物件があると思いますので、ちゃんと耐震診断というものが行われているかというところと、その耐震診断結果というものがもし行われたら、管理事務室もしくは管理会社さんの方で保管されているんですけど、そこで構造上 OK とか NG とかって書いてあるんですけども、そのあたりちゃんとクリアしているかというところはご確認いただいた方がいいかもしれないです。14問目、目当てのマンションがあり、物件が売り出しされるのを待っています。毎年数件は売りに出ているので、またすぐ売りに出るだろうと思っていたのですが、コロナの影響もあるのか全く売りがなくなりました。今自分にできることは何かありますでしょうか。どのような住み替え方をしたいかになるんですけど、いつまでに引き渡しを受けないといけないよってお客さんなのであれば、その物件だけ探していたら、レインズで過去にその物件同じような条件で年間何件ぐらい売ってるんだと調べることができるので、それが年に同じマンション10件ぐらい似たような出てますっていうことであれば全然待ってもいいと思うんですけど、3年に1件とか2件しか出ないってなってきてしまうと、この3年とか5年とかかけて物件探すのかって話になっちゃうので、天秤をかけるっていう動きになると思います。15問目、ずっとマンションを探していますが、いいと思った物件はすでに申し込みが入っていたり、何件も申し込みが殺到していたり、現金一括払いの人が現れてその方に決まったり、購入まで行かず難航しています。もしここで私が内見しなくてよい、すぐに申し込みますというと、購入できる可能性は上がりますか。内見をせずに買うっていうのはそんな購入可能性上がらないです。中を見ないで買った後に何かトラブルが起こるんじゃないかっていうふうに物元の不動産会社さんは思ってしまうので、絶対契約までは内見してくださいっていう話になるんですね。申し込み前に内見をするのであれば、ちゃんと室内を見た上で結論出せるといいんですけど、申し込み後に内見をするってなってしまうと、もしかしたら内見した結果やっぱ狭いから購入申し込み取り下げますっていうリスクの方が売り主さんとしては大きいというふうに捉えられてしまうので、そこはあまりいい動きにはならないかなっていうふうには思ってます。この場合、こういった方どうしたらいいんですかね。内見した後に申し込みして可能性を上げるためには、どうしても買うということであれば、とにかく交渉はしない、あらかじめ内見の時に自分の担当となっている仲介エージェントの方に、引き渡しはいつを希望なのかとか、エアコンとか照明とかカーテンとか、できれば置いていきたいお客さんなのか、何か売り主さんにとってここまでを織り込んでくれる会社さんだったらこの人がいいなってなるような材料をあらかじめその方には探ってもらうように、内見時に動いてもらうっていうことをすると可能性は上がってくるかなと思います。16問目、